様、こんにちは。タロット歴24年目のモーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、ちょっと久しぶりに芸能人ネタということをさせていただきたいと思います。ジャニーズを何でしょう、退所したのかな、したするのかな、したのかなという、山下さん、山下智久さんですね。ごめんなさい、私ほとんど知らなくて、もちろんお顔を、ね、は知ってるんですけれども、はい、このね、今日は山下智久さんのことを見ていきたいと思います。まずですね、数秘術ホロスコープから見た性格なんですけれども、なんかね、やっぱすごいね、恵まれてる人だなと思いました。で、見かけによらず、ファンの人はねいろいろ性格してるかもしれないんだけど、こう見かけによらず、なんかとってもこう行動力があるとか、こう案外物をはっきり言うとか、でそしてね、水星と木星がね、60度という角度も取っているので、非常に頭もいい方だなというふうにも思いました。そして、金星もお羊にあります。水星とコンジャクションしているので、恋愛もね、自分からガンガン行くタイプの人のようにも見えます。で、なんといってもホロスコープで見た時にはいわゆる胸郭がないんですよね。全部なんかね、60度とか120度とか0度っていう角度ばかりの人だったので、やっぱそのあたりでも恵まれてるなと思いました。そしてもし私がね、この方の外見とか知らなくても、ああかっこいいですねとか、なんかすごくモテますねとか海外の星持ってますねとか、そういうことはやっぱり言ってた人なので、色気、かっこよさ、美しさかな、それがある星の方だなっていうふうには感じています。そしてまた別の見方を見ていきますと、やっぱここでもね、色っぽい、艶っぽいという星があるので、さすがっていう感じです。そしてね、なんかね、すごい仕事運が強いですよね。出世運もある。でもね、マイペースですだからあんまりせかされることとかも好きではないし、で、なんといってもとにかく自分に自信がある人、もう行動力もしっかりあるよと、そして決断力もあるよという、そういう人ですね。で、自分というものを知っていて、自分のなんかね、どういうふうに出せばっていう自分の出し方、そういったことも知ってる人で、サラリーマンよりも自由業向いてるよっていう感じです。そして大きな運気の流れ、そうですね、大きな運気の流れは、どこだっけなそうね、32歳から41歳までというのは、なんかね、物事を新しく始めるのもいいけど、でもまだつぼみの状態だよっていう時なので、もう少しね、もう少し本当はね、様子をね、見た方がいいのかなっていう感じはしました。で、ただもうちょっと細かい流れを言うと、2020年は物事が発展するよっていう時期なので、やっぱりそういう意味では、動いてもよかったのかなとも思う。ただトラブルとかね、不名誉な事件に巻き込まれますよっていうのが今ですね。だからそういったこともあったかなと。で、来年2021年の2月以降、運気ね、ちょっと低迷するんですよね。健康運もあんまり良くないですし、いろんな苦労とか、あとね、今回同様、いわゆる来年2021年の2月以降の方が、ちょっと不名誉な事件とか巻き込まれる可能性があるからね、運気的にはちょっと心配だなっていう感じ
が出ています。はい、じゃあ、まあ、実際タロットでねどういう流れになるのか、はい、じゃあ1年の流れまず見ていきたいと思います。あ、コインのクイーンのリバースですね。ちょっとカードでカップの7、うん、そしてソードのページのリバース、カップの8、うん、まあね、山下さん自身何か今ちょっとこうね、うん、まあなんかに逃げたいというかね、うん、うん、ワンドの10のリバース、はい、ソードの4のリバース、うん、ワンドのナイト、うん、コインのキング。来年の夏は、うん、なんかこうね、いい方向になんか行くんじゃないかなって感じがする。ソードの9のリバース、コインのエースのリバース、ソードの7、ソードの6のリバース、ラバーズのリバース、うん、なるほど、はい、ね、ちょっとカードがね重なってるとこもあるんだけど、うん、あ、やっぱね、ちょっと1年を通してみると、あ、やっぱね、ちょっと思ったようにいかないことの方が多いかなって気がするんですよね。いわゆる始動、動き出せる、まあ結果が伴うっていう意味の動き出せるっていうのは来年の、まあ、7月以降のような気がします。実際今11月、でこれまあソードの6のこれリバースが出てるので、うん、まだねこれやっぱねこう出発ができない、動き出せない、うん、なんか物事が停滞っていう時期なんですよね、うん、そして12月、うん、こちらもねカップの7だから、こう自分のやりたいこととかそういったことがこうぼやけている、曖昧になっている、なんかこう選択肢があるようで現実味がまだない、うん、で特にここって仕事運を表すんですよね。ここが1番目の部屋で 1,2,3,4,5,6 でこう来て、ここ10番目の部屋になるんだけれども、そこがカップの7なので、うん、まだこう曖昧、うーん、でそしてね、まあ、来年の1月、まあこれはねラバースのリバースだから、うーん、なんかこう選べない、選択肢がない、まあ逆に言うと、まあするしかないとも考えられるんだけれども、なかなかねこう道が見えてこないかなっていう感じで、特にここはね、まあここを1番目の部屋にすると、ここは9番目の部屋、まあ外国とか、うん、まあ、あの、うん、外国を表す部屋なんだけど、まだやっぱりね、まあ、外国にも行けないし、活躍の場はまだこう、なんて言うんでしょう、うん、日本でも国内でもまだこう見出せない感じがするかな。ちょっと厳しいカードが出てますね。そしてね、来年のこれ2月は、まあこれ、ね、これソードの9、なんかこの山下さん自身すごいこう、なんかこういよいよ本当にこう落ち込んじゃう、うん、こう精神的に追い詰められる、そういう風に感じますね。うん、ちょっとね、なかなかこういいことが言えなくて申し訳ないんですけれども、まあそして来年の3月、ワンドの10のリバース、まああの、まあ、自分のこと、どうなんだろうね、ご家族とか、もうご両親とかもしかしたら養ってるのかなって気がするし、だけど、うん、何かねやっぱりこうやらなきゃいけないことはあるんだけど、なんかね自分で自分のプレッシャーに負けちゃうというか、なんかね重荷が非常にこう来るような感じになってくるかな。うん、やっぱねちょっとごめんなさいね、これしんどそうだね本当に。で来年のま4月ソードの7でしょ、うん、まだやっぱこう潤わないんだよね。でこ
このね、来年の5月がね、まだリバースが出てるから、コインのエースのリバース、このあたりにおそらく山下さんは動こうかなって思ってたり、何らかの目処をつけてるかもしれない。でもまだ活躍の場がなかったりとか、動けない、結果が伴わない、お金がついてこない、もうそういう感じが出てるので、まだまだですね。まあそしてね、6月、まあ、これソードのページのリバース、まあ、ここね、自分の家とかをね、住むところっていうのを表すんですけれども、まあ引っ越しするかもしれないけど、まあ移動するかもしれないけど、まだこうね、住居を変更しても落ち着かないのかなとか、あとはまだ6月になっても本格的な始動はまだだと思います。そしてようやくですね、来年の7月、これね、コインのエース違うコインのキングが出ているので、まあ本当に名声、金運ともに、まあ手に入る時期が来年の7月かなと。でここっていうのが部屋から言うと3番目の部屋なんですよね。でこれは国内を表します。海外はまたこれね、今年ラバースのリバースだから、まだね、こう活躍の場はね、海外じゃないと思うんですよ。何か国内で、まあ年上の男性かなに、こうまあね、目をかけてもらうとか拾ってもらうとか、こうそういう感じで、来年の7月ぐらいから動き出すのかなと。で8月、まあこれはね、ワンドのナイト、聖地が出てるので、もう本当にこうガンガンあのね、スピードに乗って猛ダッシュみたいな、もう熱血営業マンっていうイメージがあるので、このね、7月8月になるとようやく、まあいろんな物事がこう動き出すのかなっていう感じがします。で、まあ、中心のカードがね、これコインのエース、違うね、私よく今日よくコインのエースばっかり言ってる。これコインのクイーンのリバース、あのね、まあ、これが象徴カードで出てるんだけど、なんかね、どうしてもこう視野が狭くなってしまったりとか、何か頑固になってしまったり、あとはまあ1年を象徴するカードなので、まあ女性関係、それでね、足元を救われないようにっていう感じもします。何かね、まあ、動きたくても動けないのかもしれないんだけど、こう守りに入りすぎて意固地になってるような気もする。だからこう、まあ、とってもね、この山下さんという方はやっぱりね、こう頭もいいし、でもね、すっごいプライドも高いんですよ。だからこうなかなか、こう柔軟性を持つというよりは、なんかね、俺はこうしたいんだ、それだけの力があるんだっていうところにこう固執しちゃう可能性がある。そこがね、だからこそかな、なんかこうちょっとこうこれだけしばらく、ね、いわゆる半年以上なんかね、動けない、なんか結果を出せない、そういう状況になるかもしれないんだけど、7月ぐらいからこう再び国内で、なんかこう動き、仕事に、まあ人気はね、あると思うんですけれども、こうそういうものが、まあ、目に見えて、まあ、出てくる時期、まあ、仕事も来年の夏ぐらいから、まあ、好調になっていく、動き出す、実際大きなお金も入ってくる、そういう感じがします。なのでこの1年、海外ね、まだこれは厳しいだろうなと。まあどちらにせよ、海外にせよ国内にせよ、何か仕事面で動き出すのは来年の7月以降、逆にそれまではかなりこうなんかね、落ち込みそうな気がします。なんかね、俺はもっと人気運とかね、仕事運とかね、あったと思ってたのにっていう感じで、かなりこうガツンと、なんかね、
まあ、ショックですね。そういったものが来る可能性あるのかなという感じがしています。ちょっとね、ルノルマンもね、これ出したので、ちょっとこれも、まあ、ちょっと流れね、見てみましょうか。まあ、ちょっと別の見方でね、今ね、まあ、タロットではかなりちょっとしんどそうなね、カードが出たので。女性のカードが、ああ、今恋愛中ですね。山下さん、今現在ね、まあ、どなたかと今恋愛中というふうには出ています。出ていて、そうですね、何かね、こう今までは案外こう自由気ままに、まあ、愛されキャラっていうのかな。まあ、そういう感じで、ね、人気運もありながら、こうね、この人っていうのはこういう人だよねっていう感じで、こう、周りからこう、愛されていた感じというのがあるんですが、まあ、やっぱりこれ、まあ、鎌とタワーという、今まで守られていたところから、ね、縁を切るとか、やめるっていうカードが出てるので、まあ、今回の対処ということになるのかなっていう感じがします。で、これからの流れで心配、まずね、健康面が心配ですね。なんか健康面がちょっと悪化してしまう可能性があります。そしてこれがね、またヘビといわゆるね、手紙のカード、何かこう嫌な女性関係のスクープがまたね、再びなんかね、こう文集とかになんかね、載ったりする可能性あるのかなっていう感じで、ちょっとこれね、怖いですね。またスキャンダルが出るのかなと。で、あとは、なんかね、身内。こう、自分の身内とか家とか、まあ、ご実家も含めて、なんだけど、そこでの、まあ、喧嘩とかトラブルっていう風に出てるので、まあ、仕事仲間とも考えられるんだけれども、ちょっとそこでね、なんかこう、なんでだみたいな感じで、かなりこう、怒りが、なんかね、爆発する可能性があるのかなっていうことを、ちょっとね、そう、こちらのね、ルノルマンカードで見たとしても、やっぱね、同じようなカード。ちょっとしんどそうだなぁ、という流れが出てる。ただ、まあ、今現在ね、まあ、この、ね、恋愛中、まあ、そこにおいてはね、とてもこう幸せそうなカードは出てるので、まあ、そこはまだこう山下さんから見ると、まあ、心の拠り所になるかもしれない。ただこれからの流れ見てると、かなりこういわゆるね、今まで守っててくれたものがなくなるので、もう本当にいろんなことがバンバン、なんかね、こうスキャンダルなんかも含め、なんかこう、マイナスの要因がかなり出てくる可能性があるのかなというふうに見えました。やっぱりね、来年のこの夏、このね、7月まではいろんなことがあって、なんかまあ、裏切りなんかも含めてね、ちょっとあるかな。精神的にね、ここできついカードも出てたし。やっぱりね、そういうちょっとマイナスの流れになっていく可能性が強そうな気がしました。なので、夏までは本当試行錯誤しながら、でも夏になると本当自分の立ち位置とかが、まあ、わかるというか、分かった上で活躍していけるのかなという、そういう流れが見えました。はい、まあ、ご本人がね、これを見ることはもうほぼないとは思うんですけれども、ね、まあ、よかったらファンの方、ね、まあね、なんか来年の夏からは良くなりますよということを伝えてあげてもいいかもしれません。はい、これがこれから1年の山下智久さんの流れとか性格的なもの見させていただきました。
最後まで見ていただきましてありがとうございます。